ムードを作るのが下手、かっこ気恥ずかしいなので単刀直入にセックスしたいといつも言います。相手が承諾すると一気に我慢が効かなくなって、相手の頭を両手で固定して相手の唇、舌、歯、歯茎、唾液をよく味わいます。唾液の匂いも大好きなので鼻を相手の口に突っ込んだりもします。そのまま眉間、耳の後ろの骨、顎ときて肩をがぶり、腕をがぶり、そのまま万歳させて大好きな脇の匂いを堪能。ラッシュよりも興奮する、あの匂いたまらんぜ、ベロベロベロ。そのまま乳首、お腹、もう一回乳首。ここまでで約1時間でパンツを脱がせて金玉、金玉と足の間ときてチンポ、ベロベロベロ。1時間半経過でもってお尻洗ってくるね、しょぼーん、お預けかよチェ。20分後再開、興奮がちょっと冷めてシャワー干潮を終えた彼に、手足冷えちゃってるねとか言いつつ体に触る。シャワー干潮後はいつもちょっと待ってと言うからタバコを一服、あ、ついでだし聞いとくか、ゴムつける？うん、いいよ。あ、そう。かっこ。またはゴムつける？うん、つけて。ほい。で、指を1本2本。前立腺をなでなでなで。いい顔、いい声で興奮カムバック。で、持って我慢できずにイン。そっから、後ろから前から斜めからイン、アウト、イン。さらにもっと奥までインを約1時間半。相手がそろそろ行きたいと涙目で言うから仕方なく、本当に仕方なく彼のチンポをゴシゴシゴシ、あ、行きそう、ピュッ、種付け、かっこ挿入したまま射精することに興味がない、彼が射精した後のイン&アウトをされるのは辛いって言うから自分でゴシゴシゴシ、ピュッ、終了。で、大体いつも4時間ぐらい。この式が書かれた2005年の時点で、2年4ヶ月前まではネガティブ、今はわからない、29歳の男の子さんの式でした。まずなぜ今日こういう式を読んだかっていうと、今日はレズビアンのセーファーセックスと、あとレズビアンのセックスについて話すつもりで来たからなんですね。まあ、私はレズビアンなんですけども、まあ、といってもレズビアンの感染者っていうのは実は少ないんじゃないかっていうふうに言われる人がすごい多くて、そのだからそのひどいことになってしまうんじゃないかっていうのがあって、まあ、確かに平成22年の3月28日現在で、HIV とエイズの感染者っていうのは男性が大体1万2800人、女性が約2000人で、そのうちで、まあ、女性およびWSW、女性とセックスする女性ですね、の感染者数はたったの6人なんで、非常に確かに感染者数は少ないんですけども、じゃあなんでこういうことを考えなきゃいけないのかっていうのを、私はずっとなんで考えなきゃいけないのかなって思ってて、それで、この間ちょっと読んだ本に、こう書いてあったんですけども、まず、国民がエイズを感染しないためにはそのエイズをかかった人 の, 人権を全部奪ってしまってどこかに隔離してしまうか、それとも一人でも感染者がいたならばその人の苦しみを、全ての国民で分かち合うか、でその問題の答えは後者であろうっていうふうに書いてあって、その時にこう読んだ時に、あ、そっか、こういう問題はそのみんなでね分かち合わなきゃいけないんだっていうふうに思ってたんですね。だから私は、まあ、レズビアン でその当事者がだったからレズビアンのセーファーセックスとを考えなきゃいけないんだなっていう、そういうふうに思ってたんですけども、そうすると、レズビアンのセーファーセックスについてなんですけども、まずまあなんていうかな、まあ、コンドームみたいな用具ですね、用具、レズビアンのセックスには、3つあるって言われてて、1つはデンタルダムっていうもので、で1つは、フィンガードムっていうもので、もう1つは、
手術用の手袋ですね、サージカル手袋、この3つであだって言われてます。でそれのことは例えばレズビアンの、まあ、今もうなくなっちゃったんですけども、雑誌とかミニコミ誌なんかではこういうものがあるから使いましょうねっていうふうに言われてます。でそれはどういうふうに使うかっていうと、まずちょっと みんな見たことないと思うんでちょっとデンタルダム持ってきたんですけど、デンタルダムっていって、こういうゴムの、もともとは歯科用 の歯にかぶせるみたいなんですけど、こういう薄いゴムのシートですね、これを、まあ、要するに、クリーニングするときに、まあ、相手 その局部にこうピタッと貼り付けてというかつけて、でその上から舐めるっていうものなんですけど、でフィンガードムっていうのは、まあ、指サックみたいなもので、でまあ、それは、まあ、相手の筒の中に手を突っ込んだりするときに、まあ、使うもので、でサージカル手袋っていうのは、まあ、それのちょっと もうちょっと、なんていうかな、全部手で覆われているので、まあ、それも一応指を筒の中に入れたりすることが、あと、まあ、他のことですね、まあ、こびりつかんだりする人もいるだろうと思いますけど、そういうものを使うためにまあ、そういうのがあるんですけども、まあ、実際私は使ったことあるのはこのデンタルダムだけで、でこれ使った感想がどうだったかっていうと、まず何て言うんだろう、ゴムを舐めてるって感じがすごいするんですよね。それで一応これにはこれはいちご味なんですよ実は。バターが塗ってあるみたいで、でそれとあとバニラ味とかもあるんですけども、なんていうかな、そういう味がついてるのはちょっとあんまり好かなかったので、まあ、味なしのところでやったんですけども、そしたらものすごいなんかゴムを舐めてるっていう感じで、なんで私こんなの舐めて楽しいんだろうっていうのがすごいあったのと、あとやってるうちにこれを表か裏かっていうのが分かんなくなってしまうっていうのがあるんですよね。であれどっちにつけてたっけっていうと、全然このあれがないもんですから、だからまあ今度使うときはこの表とか裏とか書かないといけない。まあそんな感じで、まあ、私は使ったことがあるんでこういう経験として話せるんですけども、例えばこれを使ったことがあるっていうふうな話を私聞いたことっていうのは一つもなくて、でまあこの話にあたってちょっと過去の文献とかいろいろ見てみたんですけど、そうするとたった1回だけデンタルダムを使ってどうでしたっていう、でやっぱりなんか感想が私と同じで、やっぱり誰でも思うんだっていうふうに思ったことがあるんですけど、そういうふうなものがほとんど話されてないと。で例えばじゃあこれをね、じゃあどういうところに使うかっていうか、まあこれをなんていうかな、レズビアンの、まあ、セックスについてなんですけども、このレズビアンのセックスっていうのはこのさっき手記を読んだ人もまあ4時間ぐらいって書いてあってすごい長いなと思ったんですけど、レズビアンのセックスっていうのも結構いろんなことをやるわけで、すごい長いっていうかエンドレスっていうふうに言われてることもあるんですけども、長いことは長いんですよね。それでまあまあ、大きく分けて、まあ、どういう、まあ、成功率というのかな、あるかなっていうふうにちょっと考えてみたんですけども、一番最初はクニリングスですよね。で、まあ、クルトジン舐めたり、あと、膣舐めたりという、するのと、あとは、まあ、これ、膣成功って言っていいのかどうか分かんないんですけど、膣の中に、まあ、指とか、あと、拳とか、まあ、手とか入れたりするとか、そういうセックスの仕方。でもう一つは、道具を使うんですね。例えばディルドなんかあるんですけど、まあ、なんていうのかな、まあ、一応男性器に似てたっていうか、あれは全然別物だと思ってるんですけど、そういうものを、使ったセックスで、もう一つはこれ知ってるかどうか分かんないんですけど、貝合わせって言って、レズビアンのなんていうかな、漫画では必ず貝合わせのものがあるんですけども、それをまあ、確かにそれをやったことあるんですけど、あんまり気持ちよくなかったので、これ、そんな気持ちよくないけど、やる人がいるのかなと思ったんですけど、レズビアンの雑誌に、必ずあなたたちはどういう、あなたたちはどういうセックスをしますかっていう、なんていうかな、アンケートがあって、それでどういうセックスをするって見たときに、替え合わせって書いてあるんですけど、必ず替え合わせをやるって書いてある人が結構多かったんですね。でも、ああ、やるんだって思った記憶があるんですけども。でそういう、まあ、一応4つ、その他にもまだいろいろこの、まあ、キスしたりとか、あと胸舐めたりとかいろいろあるんですけど、まあ、一応、正規の前図
性器を使ったというか、まあ、セックスというのはこの4種類あると思ってるんですけど、その1つ目のコンプニーリングさんはさっきのデンタルダムを、まあ、一応使うということなんですね。で、膣水孔については、まあ、膣水孔って言っていいのかよくわかんないですけど、は、まあ、サージカル、手袋とか、あとはフィンガードとか、そういうものを使うことになっている。で、道具を使ったものは、多分そんなに、なんていうかな、まあ、性感性療法には何かを使わなきゃいけないってことはないんじゃないかなってちょっと個人的には思ってるんですけども、問題は替え合わせの時で、これは一体どういうものを使っていいのかっていうのがちょっとよくわからないっていうのは、その使うとしたら、デンタルダムだと思うんですけど、でも動くのでデンタルダムをどうやって固定するのかっていうのがよくわからなかったりする。でこれは一体どういうふうに予防していいのかっていう、そういうこともまあよくわからなかったりして、でまあよくわからないことがこういろいろなね、あるわけですけども、こんなようにすごいまあやり方もそうだ、それとあともう一つ、そのね、やるにあたってその1回のそのセックスの中にその次は何やる次は何やるってあるわけですけど、そのたんびにそのあ次はデンタルダムが必要だとか、次は手袋が必要だとか、次はもう一回デンタルダムが必要だとか、そういうのがねあって、でそういうねこともちょっと考えると非現実的かなって考えたり、あとはこの一番問題なのはこのデンタルダムとかそのサージカル手袋がまあいいとして、ピンガードンとかがすごく高いっていうことなんですね。で一応今 のさっきのデンタルダムなんですけど、1枚ラブフィスクラブで263円するんですよね。でフィンガードンも12個で504円すると、すごい高くついて、その1回のセックスに一体いくら使うんだっていう、そういう問題もあると思ってあると思います。でそういうふうになんかね、すごいそのレズビアンのセックスっていうか性化セックスについてっていうのは今これまで、これからもすごい考えなきゃいけないこととか、あとそういう問題点、どういう品を使っていいかとかいうのが分からないので、その問題点がすごい多いなと思って、でそれをちょっと今回、まあ、こういう問題点があるんですっていうことをここの場で言わせてもらおうと思って、で思ったんですけど、じゃあこういうねわけの分からない、どういうふうにしていいかいいか分からないっていう、のどういうふうに今後進めていったらいいんだろうなっていうふうにちょっと思った時に、やっぱりそのまあ こんなに感染者数がそのレズビアンとか WSW は少ないっていうことは、やっぱりお金がそのためだけには出ないっていうことですよね。っていうことはどうしたらいいかというと、やっぱりお金があるところに行くっていうことで、やっぱりちょっとゲイの人たちのまあ、これだけあるわけですから、そのね、ちょっとだけでも、まあ、なんていうか、冊子の片隅とかでもいいですから、そういうものをこう載せてもらったり、あとは、やっぱりレズビアン自身も、まあ、セーファーセックスについて、まあ、今まではほとんど聞いたことがないですから、そういうものを、まあ、ちょっと恥ずかしいにせよ、こう話す場とか、そういうものがね、あって、でそういうところで話し合って、それでできたものをこうちょっとずつ進化させていくみたいな、そういうことができたらなっていうふうに今思ってます。以上です。どうもありがとうございました。ノンさんでした。あ、面白かった。ね、打ち合わせの時から替え合わせの話じゃないですけど、ずっと笑ってて、替え合わせの時はね、本当にじゃあデンタルダムでも手離したらもうその時点で動いたらね、どんどんどっか行ってしまうから、じゃあ3人目がね、海沿いに行ってたんですよ。そういうことしたことがあって、なんかこうそろそろじゃあ今度もつけてあげるね、でその3人目の人に僕になったことがあって、結構ね面白かったので、なんかそういうのはどうですかとかね、却下されないですけど、そのさんにはでもなんかこうやってね、なんかなんだろう、普段なかなかね、いやそれもできる人はいっぱいいるんだろうけど、僕はレズビアンの人とセックスの話とかレズビアンの話をする場っていうのが結構ねあると思ったけどなかったんですよね。ですごく楽しかったんですよ。まずこうやって話をできる場をね、一緒に持つっていうのってすごい嬉しい、楽しいことだったりするんだなっていうのは
思いました。なんか今後もね、時々いろんな人たちに、レズビアの人たちにこの場に出てきてもらって、あの話一緒にできるようなことできたらいいなっていうふうに思ってます。